願いします。だから今回なんか急にまっちゃんの方から話したいって話で、はい。この機会を報得ますけど。復 Z やな、今。これすごいな。ごいですか？なるほど。すごいぞ、本当、これ。あ、本当ですか？はこんな、まあ、想定通りやねんけど、想定通りやねんけど、本当にこうそもそも何が想定通りなんですか？その、プーチンが北朝鮮の金ちゃんに会いに行ったっていうのは、メジャーインで見ましたけど、それで、なんか、号外で、そのライブしようって話をしてたじゃないですか。こんな朝早くから依存、なんちゅうかな、こので、その話依です存け体制、ど、一斉崩壊中みたいな、マジすごいぞ、これ、本当。ですか？ああ、すごいんですか？そうなんですいか？やー、もう何がどう言ったらいいんか分からんぐらい、一気に進んでるね。本当すごいですよ、スピードは。ああ、一気に進んでる感じなんですか？日本は周回遅れなんで、最終ランナーやから何にも分かってへんみたいな。だからまあ、ほら、国会なんかもやってるけど、なんやったっけ、政治資金規正法みたいなことやってたり、まだそんなことやってんねん、ずっと、これ。世界で何が起きてるか全く分かってへん、政治家みたいな。政治資金規正法スピードで、を、改正で、なんや、まあまあ、一応、まあ、5万円ぐらいまで、5万円以上にしますみたいな。一応決めたけど、まあ、10年、向こう10年、10年は領収書見せる義務ありませんとか、なんかわけのわかんない。俺ら民間がそんなところで税務署に行ったらどうなんのかなっていうようなこと。そうなんですね。だからな、これ、もう司法、検察ですわな、検察が日本の場合は、もうほら、検察が、あれでしょ、不起訴にしたわけでしょ、あの変な政治家いっぱい。だから検察も機能してない、だからもう司法が機能してない、だからこう社会主義国家ですよ、これ、日本、アメリカもイギリスもフランスもドイツも。だから今、本当すごいのはな、まあ、アメリカ、イギリス筆頭に、フランス、あとはまあ代表格としてはフランス、ドイツ、日本みたいなやつな、カナダとか。まあ、民主主義って言っとったわけでしょ？そうですね、で、民主主義って言ってたところが、社会主義国家になってるんですよ、今。なるほど。言論統制全開。で、メディア全部嘘。もうなんていうの？完全に社会主義の方へ転換した。で、転換してたんやけども、それがみんながもう分かるようになってしまった。で、今度、ロシア、中国、ああいう社会主義って言われてたところ、共産主義、社会主義やかなと思ってたってことですな。思ってたね。でもよく見ると、社会主義と言われる資本主義、じゃあ民主主義国家でしたみたいな。だからどっちがどっちなんていう、ひっくり返ったみたいな。すごいんですよね、これ。まあだから中国の場合は共産主義という体裁を取った資本主義国家でしたと。で、ロシアというのは社会主義よねと思われてたけど、全く民主主義国家でしたと。で、その民主主義国家であるの、今代表格であるロシアが、北朝鮮へ24年ぶりに行きましたと。これな、これすごいんですよ。もうすごいんですか？もうだから、敗戦ってことですよ、西側の。これが。終戦、敗戦。負けたと。今日さ、それでさ、LINE いただいたプーチンが北朝鮮に行って、金ちゃんと仲良くしてるってことが、っていう背景が、ね、テーマだと思うんですけど、それが言ったことによって仲良くしてるってことで、最終的にまっちゃんは、何を伝えたい感じなんですか？皆さんに対しまあて。ちょっとその後は言うねんけど、まああの映像なんかで眺めたら、まあ世界のどこのニュースでも今やってるけど、まあ日本のニュースでもその解釈というかな。このコメンテーターはむちゃくちゃなこと言うてんねんけど、弾薬庫にロシアはするつもりやんとか で、北からすると、何やったっけ、まあまあ、なんちゅう、宇宙開発にさらにこう力を、ロシアと組んで衛星を乗っ取る気やとか、わけろって言ってんけど、まあ、映像だけ見たらはっきりわかんのは、
ものすごい清々しいんですよ、お互い両方とも。プーおう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 。チンも、キム・ジョン、キムちゃんもな。プーチンもね。なるほどね。うん。朝鮮の、北朝鮮の人民、自民。はい。大喜びで清々しい。あれはなプロパるガンダじゃないよ、明らかに。ほまあ、これは新しい時代の扉が開いたと。ど。この新しい扉が開いたことによって何が変わるんですか？いや、だから、ああ、はい。敗戦ですって言ってるじゃないですか。あ、アメリカの、イギリスの敗戦ですよ、分かりやすいと、これ、今回ああ、の。敗戦が、おお。西側の敗戦ですよ、これ。もう。だから行くわけですからな。行かはい。んから、普通は。行けないし、今までは。で、キムちゃんはキムちゃんで、ちょっと遠慮気味にしてないかんかったんですよ。まあ、当然、CIA から金もらってたわけだからな、キムちゃんも。なるほどね。うん。そこ、キムちゃんが裏切った、完全に。トラ完ンプ全が、に裏切っまあ、トランて。プが行った時があれやけどな。はいはい。あの時から決定打になったんやけど、で、うんうんうん。うん。まあ今日は、プーちゃんは、ベトナムハノイ行ってますと。あ、ベトナムね。はい。うん。これもこういうことですよ。はい。すごいよ、これ。本当に、もう、うんうん。西側敗戦みたいな。敗戦しちゃった。はい。負けましたと。負けましちゃったと。負けちゃっうん。たと。なるほど。うん。だからもう、その、いわゆる世の中の人が言う、ウォはい。ール街とか、金融、国際金融資本みたいなもんとか、まあ、はひいてはイギリス王家、王国。まあ、みたいなもんがもう、その、完全に負けて溶けてなくなっていったと。いはいはい。はい。うん。もう、墜落、チューみたいな感じになって。もう完全にばらされて、はうん、いもうはい。どうにもこうにもならんっていう、まあこんなまあまあ、敗戦ですよ。隠しきれてたからね。今まで隠し通してたからね。うん、だから、なあ、まあ、はっきり、その、まあ、その前に、ロシア、北朝鮮の前に、俺が前回の動画で言ったかな、その、サウジの、プリンスな、皇太子。がはっきり宣言したわけでさ、6月、俺、10日は戻ったけど、6月9日やったよな、あれ。78年のアメリカがそのオイルをした支配してた、その原油ですよ。この支配構造、ドルの原油支配構造ですわな、世界政府。でも、で、これの、ペトロダラ協定、オイルダラ協定ですよ。これが78年ぶりに、何や、もう、あれ、なんちゅうの？うん、継続しませんみたいな。そっちのもうとやめましたと。読みましたと、これも敗戦なんですよ。だから、ベトナム。ドル敗戦。これ配線ね、で、なる朝ほど。鮮半島は、これで、今回のロシアと北朝鮮の握手で、以前から2年前から言ってるように、朝鮮統一と。北主導による統一ですと。ということは、米軍はもう帰ったということですよ。ああ、米軍が入っちゃってなる。形としてはあるけど、指揮系統はもうない。うん、だからもう第7艦隊含めて日本も撤退ですよ。太平洋だな、第7艦隊もな。すごいんですよ、これ。本当にな、これ。どう？今までなかったからと思うんですもんね、それはね。いや、東へ移ったんですよ、歴史が。西洋支配から東へ移ってきた。一気に。それを、そのうち、ちょっと俺もうちょっとスピード遅いんかなと思ったけど、早いんですよね。ああ、想定、そのまっちゃんが思ってるような想定の期間より早いスピードで動いちゃってるってことなんだ。うん、まあ、ドルはな、じわじわ溶けていくんやけど、ドルが一気に崩壊というより、じわじわ信で、用ドを失ルはっていくんやけそうだど、ね。一気に崩壊じゃなくて、じわじわ信用を失っていくんやけど、この要は世界構造ですよ。西から東へのシフト。このスピードが異様に速い。でも、なんでそこまで早いんでだすかか？ら、勝負ついたってことですよ。ももうほとんど確定外にってことなんう。だ。確定じゃない。終わったということです、戦争は。完全に終わったってことね。戦争は終わったと。なるほど、うん、なるもうほど。勝ったんやと。勝利宣言ですからな、これ。すごいぞ、これ、ほんま。すごいな。いやー、さあ、日本、あと何年かかるんでしょうかね、これみたいな。これな。日本はでもまだかかるんじゃいや、気づいてないんですよ、本当に。ないこれ、世界のメディア、世界はみんな気づいてるんですけどね。ですか。日本だけなぜか日本だけ気づいてないんですよ。カーンとしてるの、日本人。いや、よう分からんのよ、だから。うん。ある意味、ある何の意意味、日本は島だから、日本行動はそういうことになってるのかね。味。いや、そういうわけじゃないでしょ。なんやろうな、一体。なんか明らかに2周ぐらい遅れて最終ランナーになってる。なるほど。まだ今、2年前の世界みたいな。いやー、だからね。で、まあ、これね、この経済の話でいくとな、6月っていうのは、まあ、いつの年も、
現物、まあ、貴金属、シルバー、ゴールドシルバーっていうのは、まあ、プラチナも含めて、弱いんです。本来6月っていうのは、一服するんです。でも、押し戻されるんです。なぜか今年は強い。まあ、多少押されてるけど、押されてるけど、崩れない。もうちょっと崩れるのかなと思って、まあ、まだ6月はまだ10日ぐらい、あとあるから、まあ、見てるけど、崩れる様子がないんです。ない。踏ん張ってるんです。踏ん張ってるというか、いつジャンプしたのかっていうような感じになってるから。まあ、これはどうなんですかね。まあ、最強のコモディティ、世界の最強のコモディティっていうのは原油やねんけど、まあ原油は原油でそんな高止まりすることもないの、一服ってことになってくると、まあ落ち着いてくるわ、これ完全にアメリカの敗戦ですからな、イギリスの。ただまあ、貴金属、これは今までドル、ユーロ、まあ日本円もひっくるめて、山ほど撒き散らかした金が残ってるんでね、マーケットに。だいぶ吸い、に、あの、中央銀行は吸い上げてるけど、利上げで。まだ結構残ってることは、やっぱりドル、アメリカ国債に行かなかったら、もうゴールドに行くしか方法がない。世界一安全なのは国債やったわけですからな、米国債。この米国債安全神話がもう完全に切れたんですよ、このサウジのペトロダラ協定の、その締結できないをやめますと。もう裏付けないんですよ、ドル何にも。本当、ほんまもんの紙くずだったんですよ。要はドルの本当に価値の裏付けがなくなってるってことね。原油がないんやから、サウジの。これはすごいです。それと同時に、とまあ、その9日にそれがもう再契約しませんと。ね、終わって、9日に終わって、このいきなりロシアが動き出したと、また。北朝鮮、ベトナム行くと。な。まあ、フィリピンには動かんやろうけど、まだ。フィリピンは今、ちょっとややこしいことやらされてるからね、まだ。ちょっかいな、中国とちょっかいかけさせられてるから、まあまあ、あそこは行こうかやるんです。いや、これベトナム、要は朝鮮半島とベトナムがもうブリックスの方を向いていくってことですかな、これ。そういうことでしょ、これ。違う？みんなブリックス行くわけですよ、アジアを。これな、日本どうすんのかな、これ、と。どう思う？そろそろ行くんじゃないですかね。シンガポールまでここへ来て、アメリカ国債売りまくってるからね。シンガポール。あれはまあシンガポールという国というよりはシンガポール株式会社ですけどな。あそこがもう国債、アメリカ国債ガンガン売って、で、この間ね、シンガポールのそのゴールド保有量出てたけど、ちょっと数字では覚えてないけど、すごい一気に増えてるから、またこの2年で。まああれでアメリカ国債売ってゴールドに変えてると。で、アジアのこれから始まる西から東へのシフトの時代に備えて、ゴールドの保管庫、世界の東の国々のそのゴールドの保管庫ということを目指しますと。はっきり言ったわけですよ、またこれ。だいぶ先行ってるんですよ、シンガポールも。信号もろ、スピードとかだいぶ想定よりは先行ってるってことですよね。次の時代へも明らかに準備で整えてるんですよね。すごいよ、これ。日本まあ、の方そがの遅通りい。でやっぱす。り日本のスピード遅いってことですよね。あたこだ言ってね。異様に遅いですよ。日本ってやっぱり島国だから遅いのかな、やっぱりな。イギリスも島国ですよ。でもなんでイギリス早いんだろうな。それは国民的な問題なのかな。まあ、日本人はそんな問題かもね。多分ね。日本人の特徴っちゃ特徴なんですよけど。いいぞ、これは、今回は。特 なんか徴抹だ、本茶だけ当。ワクワクしてましたからね。昨日 LINE で、おお、急に号外だってからやるぜって言われる。はい、みたいこな感れじはすごいぞ、本当。もう180度変わるぞ、これ。本当に。だ全部が。よね。繰り返るって感じね。こんなもん生きてる間に見えるんやというのが、まあ、本いろん当なに。ものがね、展開期ですから、今、やっぱりいろんなものがどんどん出てきてね、時代の変革が訪れてますから、本当に。まあでもこのダイナミックさというのは、これ、下手な、なんていうかな、変なハリウッド映画見てるより、はるかにすごいぞ、これ、本当に、このダイナミックさっていうのは。だからそれこそなんか、でもよく言ってるわっちゃん、歴史が、わっちゃんよくけ歴史を研究してるから、全部研究してるから。面白いなと思うけど、ほとんどの人はただ気づかないっていうのは、ね、歴史勉強してないからってことなんでしょうね。ここはね。
まあ、研究してないからってのもあるでしょうもうね。感慨深い以上のことは言いようがないぐらいすごいわ、本当。もうそれ以上言いようがない。もうそのも言いようのすごがない。いんですよ、本当。言語化ができない。なるほど。完全に東シフトですよ、もう。ユーラシアから東へ降りてくるんですよ。まあ、だから西洋の没落というか、まあ、没落というより植民地支配みたいな、覇権主義をもうやめていくと。そういう形ですよ、もうで明もらか逆にそれはそれでいいことなんですに。そうそう、かもね。のすごい、だからアすごフリい、だカ、から画期的ないいことが今、まあ、世界で起こってるから、それはすごくいいんでしょうね、多分ね。南米もアフリカも解放へ向かっていくってことですからね、俺西洋からの。そうだたね。だ、まあ、形としては、目に見えてる形としては、2年ぐらいは大変な感じになっていく。もう要は混乱、上がおらんようになるんですよね、上が。例のね、なるほどね。司令出しとかおらんようになるから、司令塔がいなくなっちゃったら、だから下はね。もう溶けてなくなっていくしかないんですよ。ガラ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 。って崩れていくんですよ。逆に言えば、なんか、上がさ、いたとしても、いなくなってもさ、下ちゃんと耐えるような組織作れよって思っちゃうんですよね、正直ね。だから、やっぱりね、本当、なんていうかな、経済、資本主義だけで動いてる組織は難しいんちゃうかな、相当これ。もうだって、G7 なんかの集まりと比べてたら、ロシア、プーちゃんとキムちゃんの顔見てたら、すがすがしくてな、もそうね。すがすがしいね。う。もう、兄弟みたいかな、なんかな、よう兄弟みたいな。すごいよな。だから、ね、日本ももうちょっと頑張れやって思っちゃうけど、無理なんだろあの感じ、うな。子供みたいな顔ですがすがしいな、ハグしてな。岸田バイデンとは大違いみたいな、なんか親分子分のなんかこう、みたいやけど、すごいね、19時前に行ったやつ、すがすがしい顔してますからね、2人ともね、プーチンと北朝鮮。で、なんていうの？あれがプーチンがやってる横のつながりですわな。プーチンってこう怖そうに見えて、ちゃんとね、本当にい技や、術。怖そうも、それも印象操作やと思うんですよ。印象操作だからね、皆さんが印象操作は、結局のところ、もうみんなさ、優しい顔してもハローぐらいやったらハローぐらいなんだし、印象操よ作っぽで。ど岸田の方が腹黒いと思うぞ。ライブ配信、Facebook してるんで、Facebook に掲示板いたらどうしよう。ああ、そうか、そうか。そう、一応今回、号外なんで、一応は、Facebook 配信してるんあで、んまちょっいらんこと言とわん方がいいわけ言な。わん方気が、を多つけなあかん。分よろしいかと。まあ、YouTube だって、まだまだ YouTube 行くそうつないんですけど、Facebook 結構政治家もいるので。まあ本当言論統制、著しいよな。もう最後の最後のあげきですから、ニコニコ動画なんてね、見事にもうやられてるもんな。そうですね。なあ、まあ、だからこういうまあまあ。感じで、当分2年ぐらいは、見た感じは、さらにこう、統制かけてくるような、最後の力振り絞って核戦争やるぞとか来るやろうけど、まあ、それはね、それは、まああの人らほんま、あれやからな、優生思想を持ったエリートって、あれやからな、なんていうかな、悪魔的なとこあるんで、やっぱりまあ、いい、笑顔な顔しながら、心は悪魔ですからね。そういう人間というより、爬虫類系？ まあね、そうね。だっていから、う本質でしょうね、そこがね。まあ、宇宙から来た爬虫類系の悪魔の遺伝子。いや、笑ってるけど、まあ、これ知ってる人多いと思うぞ。遺伝子組み込まれてるからな、あれ。まあね。だから、アメリカ大統領かって全部そうやけど、一人を除いては、過去の合衆国大統領で全員イギリス王室のチーフ引き継いでるからな、みんなあれ。海賊の血を。何々家、何々家っていっぱいあるけどな、いろいろな王家が。あとフランス。で、そういう血筋を血統を受けた人しか合衆国大統領になってないからな。で、じゃあ王室の、ライブやからちょっと言いにくいけど、王室王家の血筋を引いてるのは何なのかって言ったら、宇宙人系やからな、悪魔系の方の。シュメールの前の、古代のな、その血筋を引いたのがやってるからな、ずっと。まあ、あんまり、まあ、ここは。でもみんなこれ言ったらようわからへんのあれやから、そこまで言わんけど、悪魔系なんです。悪魔崇拝。まあ、わかる人にはわかる感じですね。悪魔崇わ拝。かる人にはわかるような言い回し方だけど、そうですね。わかる人にはわかるような単語になってきましたね。戻しましょう。いや、でも本当にそのね、プーチンとよかったですね。キムちゃんが仲良く歩いててよかったなと思いますね。何も良かったなんてことはないけど、良かったとか、そんな話じゃなくて、
だから要はあれですよ、終わり、戦争終わりと敗戦やと、敗戦と仲良くなりましたみたいな、イギリスの負けですと、王家の負けやと、海賊の負けやと、海賊が負けましたと、でも何をもって負けだって認めたんでしょうね。要は言ったっての事実じゃないですか。でもその背景に何をもっての負けなんですか。だからもう負けてるやん、もう見たら明らかに、誰が見ても、誰が見てもね、なるほどね、誰が見ても負けてるでしょ、もう。まあ、2008年のリーマンショックで、それはもうその時に負けてんねんけど、すでに。負けて、だから遅いじゃないですか、逆に。もうすでに負けてるのに、今更行くんだ。今行く、なんで今なのみたいな。もっと早く行けばよかったじゃんと思うんですけど、そうじゃないんですね。いや、だからイスラエルが決着ついてきたでしょうから、もうこれ。ああ、だからそれがきっかけか。ああ、なるほど。もっと言うたらウクライナもあるけどな。ああ、そっちの結果が続いたから、やっと今だなと思って、今行き始めたところですね。なるほどね。だから、大元の大元は完全に首取られてるんやな、もう完全にな、これだからな。ああ、うん、根元の部分が処分は完全に終わったって感じちゃうかな。ああ、だから、要は、統制が止めることができないってことですもんね。ただまあ、その、組織的なものはまだ動き続けてるって感じちゃうか。組織は、まあ、本当に強固な組織は別に上がいようが関係なく、架空の存在作って動きますからね。まあでもそれが上がもう司令系統がなくなっていくから溶けていくって感じですね。だから司令系統がどんどんなくなればもうあとは下は民になってしまうから、民になってしまったらもうそれ以上何も動けなくなっちゃうからってことですよね。なるほどね。まああとはまあさっきも さっきお話ししようと思ったけど、悪魔的な、はい、悪魔崇拝的なところがあるんで、そういうエリートってな。まあ。だから本当にね、地球丸ごと吹っ飛ばそうとするからな、最後あの人ら。必ず。まあ、はっきり言ってるからな、何回も。俺らの支配ができんやったら地球丸ごと吹っ飛ばすって言ってるからな。それがだから核打ったりとかな。ああね、そうですね。そういうことをやらそうとはしてるわけですよ、今。締め切ってるんでしょうね、多分ね。そうね、うん、まあ、どうやって踏みとどまれてると思うけど、まあ、ただ何するかわからんのよ、本当。まあ、奥の奥はそうですよね。奥の院は首完全に取られてるからな。ただまあ残党は何するかわからんからな。もう自分が言ってるから。残党は抑えができなくなっていく民だから、それはそうでしょうね。もう自分らの生きていく場所がない。あ、そうですね。そういうようなとこまで追い込まれてるわな、完全に、ね、はいはい。完全にそんな、それはそう。はい。まあだからそういうわけで、これでも金融関係もガシャガシャ、ドロ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 溶けていく、崩れていく。形に今完全になりますよ、もう、西洋。楽しみですね、今後は。もう楽しみってもうなってるよ、今。またその、だから、崩れていった先のやつが未来がもうワクワクしてないじゃないですか、とか。まあ、今を楽しんでほしいな。この今は一番、この6月一番すごいな、俺が見た中で。そうですけど。こんなことがあるんやという。世界の動きが。まあ、今まではなかったところですもんね。一番大きいですよ、この6月は動きが。何を言ったってサウジが一番でかいですよ、やっぱ地球上では。サウジの話と、まあ、サウジの話、やっぱり原油の話かな、一番大きな。やっぱり原油が、要は原油がその世の中の動きの、根本になってるんですよね。原油とそこにリンクしてるドルの話、米ドルの話やからね。これが一番大きな話ですよ、決定打ですよ。だからこれが敗戦ですわ。これがアメリカの敗戦ですわ、もうドルは。紙くずやと、はいはい、ドルがないんやと、原油がないんやと、はいはい、で原油のついてないペトロが取れたと、紙ドルやと、いうことですからな、これ、はい、あとはトランプ出てくるのに7、8、9、10、7、8、9、10、11、5、あと半年と、はい、秒読みに入りましたと、あと半年で結果的が見えるで、トランプが再登板すると出てくると、うん、だった時には、暁には、このアメリカの34兆ドルあるわけよ、今。借金な。ね、34兆ドルって思う。この動画ではいつも何回見てるよな。日本円で言うと5000兆円な。5000兆円ある。利払いが1兆ドル超えたわけですよ。あらら、ね。もう抑え付けができないですよ、もうどこまで行けばいいんでしょうか。で、まあ、実際問題、今、ゴール、その金本位じゃないんで、不完全ですから、はい、ただの紙やから、はい、ただそう思ったらどこまででもいけるんやけど、うん、それは50兆ドルとか、
100兆ドルまで行くつもりでは行けるけど、はい、それこそインフレで崩壊していく、そんなことしたら。で、さらに今度は利払い膨らむ。はいはいはい、もう利息払えんと。はい、ヘルプミーになるのね、うん。だからね、これすごいよ。だからこのな、やっぱ構造自体が崩れたっていうのが敗戦なんですよ。ね、だから、まあいろんな国って経済ってあるんやけど、どこの国もな。はい、例えば、そのドイツやったら BMW とかメルセデスとか医療機器とか、はい、いろんなものを売って世界に売るわけでしょ。はい、付加価値ついたものを。そうですね、でフランス言ったらその、はい、高級なものブランド品を世界に売るんでしょ、海外もそう、はい、含めて。でそれで、はい、金稼ぐわけでしょ、経済、はい、でロシアなんかは天然ガスとかなんや、原油、はい、を世界に輸出して外貨得るわけでしょ、利益出すわけでしょ、はい、でサウジアラビアなんかは原油を売って金稼ぐわけでしょ、世界から。で中国は中国で世界の工場と言われるようにいろんな耐久消費財とかいろんなものを作って、消耗品作って世界に売って外貨がいるわけでしょ、はい、みんな輸出でしょ、うん、日本もそうでしょ、トヨタ、キャノン、日産とかな、はい、いろんなものがその世界に出ていって貿易して外貨稼いでくるわけでしょ、そういう話でしょ、そうなんです、はい、うん、まあだからどこの国も、インドもそうですよ、はい、でどこの国もその貿易、例えばブラジルもそうよね、農作物、はい、農作物を世界中に売って、利益を稼ぐ、外貨稼ぐでしょ、外貨取るまま。基本的に輸出なんですよね。みんな外に出して、経済ってな。経済アメリカってよう考えて、はい、何を輸出してたと、今まで。何もしてない、ね。え？何もほとんどしてないよね。いや、まあ、もの何アメリカが外貨稼いでるもんって何やと、輸出して。まあ、それは確かに、マイクロソフトみたいなやつとか、まあ、Google みたいなやつとか、はい、こういう IT 系っていうのはあるけど、うん、実際問題何もない、中身からっぽいでしょ。まあ、うん、そうね。ある？いや、ある？ないっすね。うん、イギリスも。うん、ある？まあ、IT のそのもののテクノロジー以外っていうのが。イタリアなんかはランボルギーニとかフェラーリとかな、ワインとか、はい、ああいうものを世界に輸出してるわけでしょ。はい、アメリカの輸出してたもんってな、はい、ドルなんですよ。これが実態なんですよ。これが浮かび上がって完全にみんなが知ったと。世界中が知ったってことです。うん。あのドルを輸出しとったわけですよ、アメリカっていうのは。はい。それで経済回しとったんですよ。はい。それはどういう意味かというと、ペトロだら、原油が、サウジの原油、中東の原油が裏付けにあるドルを、はい。ね。はい。これ、ドルは、その、信用があるんやと。はい、米軍というのも後ろについてるんやと、世界一強いんやと、はい、なで原油もついてるんやと、はい、これを信じ込ませることによって、国債を交わしてきたわけですよ、アメリカの国債、はい、ですからね、米国債、これが米国ドルの輸出なんですよ、うん、それと、あとその国債交わすでしょ、うん、交わすでしょ、はい、うん、でそのお金でさらに、はい、S&P500 とか、ダウとか、株交わすと。この構造なんですよ。まあまあ、結局、構造化されてますね。すごいやろ、この詐欺。まあ、世界的に詐欺ですけどね。こういうことやってたよな。まあ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 、それが見える化になりましたからね。完全にみんなが知ったと。うん、何やったんや、あれはと。なんでそれをやらされてたんだ、俺らみたいな。なんであんなことで、あんなもん買わされてるんだ、うん、これやばい、ほんまに国債やばいぞと、ドルの。な、うんで国債。早を打ってゴールドに帰ろうってやってるわけ、中央に。まあ、いい加減しろと、ちゃんと。それが今始まって、はい、敗戦、はい、勝負ありです。アメリカさん負けましたと。いうことよ、これ。すごいな、これ。こんなんなんねんな。それは合わせなかったですからね、今まではね、あの二人がね。すごいな。そのでも、軍国債を世界一持ってるのは、はい、我が日本国ですと。あ、それが、ね、素晴らしいって。売りたくても、はい、出してくださいって言うと、はい、なあ、消される。消されるって。言い方。ライブやからそれしか言われへんよ。はい。ってなるわけよな、これ。まあ、ほんと最後やな、日本はもう。ほんと最後に来たな、これ。日本はね、買いと、今、これからですよ、これからも変わるときですよ、日本が。
やまだ日ベロ本がベロ。もう世界を取る時ですから、本当に。まあ、ちょっとこの調子だと5年くらいかかるんちゃう。いや、でももうね、もう日本人もね、熱い情熱持ってますから、これから世界にもう進出するのはね、確定なんで、はい。ちょっとでも脳天気すぎるけど。能天気すぎるから、それしかも出る釘が打つバカが多いので、そういった潰してでも上げられればいいだけの話なんで。ああ、いや、出るといって、だ上は溶けていくから、もから結う。局ね、もうね、あのね、老害どもがこう、体つきくるんで、じゃあそんなの関係ないので、跳ね返して、で、まあ、ここへ来はて、自民党の岸田政権支持率か、い。19点何パーセント、やっと10%だ。で、昨日の、政治資金規正法改正で、みんなまだがっかりして、お前らほんまにおちょくってんのか、なめてんのかとなると。俺、多分な、これな、8月までに一桁はいくと思うよ、夢の一桁。夢なんですか、それ。消費税以下。隠せなくなりましたよね。なんかもうちょっと隠すのかなと思ったんですけど。岸田政権支持率8%ですとかね。意外とうまく情報操作するのかなと思ったんだけど、意外とみんな隠してねえじゃんって思って、びっくりしました。岸なあ、わざとやってるな、やっわぱざり。とです俺がか。いつも言ってるようそうに。ですか。わざとですか。もう内部崩壊させるためにわざとやってるよライね。ブ崩壊させるためにわざとなっても、まあそういう当て駒だったっていう感じだと思うんそうで。そう、それを役割与えられてますよ。まあ、天命受けてますからね、と多ことん嫌われろと。な、とことん自民をどつぼに落とせと。とことん今の政治はもう腐敗しきってるから、それを見せろと、世の中に。その役割ですよ。とことん見せろと、隠すなと。バイデンと一緒よ、役目は。バイデンもそうやから。そうだね、見せろと。集大されてせと。俺だけ醜いことをお前ら今までやってきたを見せろと。いう、あれですよね、これ見てたら。明らかにもう演出やな。すごいな、この今回の。いや、でもそれがね、それが今の状態でも交代しないってことはそういうことですよね。だから、交代しないのは、もっと見せなあかんからですよ。もっとそれを演出させないといけないし、途中で終わったらね、途中で終わってしまうと、国民が目覚めないんですよ、全世界が。目覚めへんかったら、また同じことするでしょ。で、新しくなる理由もわからんでしょ。ぶっ潰された、怒る人出てくるでしょ。もうぶっ潰れはしゃあないなというところまで行くんやと。みんなが思うまで。だから、それを見せてるんですよ、劇場で。映画ですよ、映画のシナ、映画、映画で、そういうシ完ナリ全オにになって映る画から。ですね。ストーリーが決まってます。確定してます。ストーリー通りの展開やな、俺、3年前からずっと思ってる。そのまんま言ってるから。すあとは、ごいね、な。それに先回りできるっていう。いや、だから俺、この脚本書いてるやつ、多分俺に、ただ宇宙人やと思うねんな、これ。こんなことできると思うねん。この脚本家は間違いなく神や。神だね。神だ。じゃないと、なるようになったってことですね。離れ技やな、これは。ほんと。こんだけ巧妙に組み立てられへんよ、やっぱ。あとね、なんか時代の変換期っていうのは必ずちゃんと存在するやつだからいますからね。ちゃんとね。やっぱ本当の大きな展開の時っていうのは、やっぱ神が出てくるって言うから神な。も出てくるし、宇宙人も出てくるそう。し、ある程度新しい人類が誕生する時じゃないですか。だから、そ宇宙人類が終わっていて、そこに紛れ込んでくるんですよ。で、その人とどう対話をしていくかっていうのが、本来の人類の役割だから。今見てると神が出てくる？宇宙人は出てくる？ね、南極の方におる地底人みたいなやつも出てくる？いっぺんに出てきてるからな、今。登場してるからな、今回登場人物。すべてがもう全部つながってるんだけど、そのつながってごるいこぞ、ことをうれ。まくやってない人がいけないんでしょうね。まあ今日これで最後になるけど、まあちょっといつもの話通りで、まあそういう感じになってきたんで、これだけその神から宇宙人から地底人からもう総動員で今やってるから、本当ね、我々ちょっと考えなあかんのはな、気にだけかけとかなあかんのはな、戦争なんかないけど、気にかけなあかんの、ほんま天才地変やと思うぞ、これ。これは。そうね。前も冗談でも言ったけど、富士山ほんまに噴火するんちゃうか。もうびっくりしてると思う、富士山。まあ、だから、まずその地球の体系が変わってくるというか、地球基盤で変わるっていうようなね。いや、びっくりしてると思う、富士山が。富士山自身が。なるほど。何がどうなってるか、なる何ほど。が。まっちゃん節どうなの？
だからまあ我々ね、日本列島による我々が考えなあかんことっていうのは備えちょっとでもそのやったらやっぱりこれはもう天才地変ですよ。ね、おそらく来るわ、これは。おもろいな。それは、それもとんでもないやつが来ると思うわ。そうね、とんでもないやつだが来ますね。うん、とんでもない幽霊が来ると思う、今回は。もうワクワクしませんかね。それはいつかは分からんけど、必ず転換の時っていうのは来るんでね。超ワクワクするよね。この時代の変換、変革、その時代のターニングポイントですよ。もう全てがゲームチェンジする世の中。天才地変と大転換はセットやけど、でも今回は大転換かける5ぐらいの大転換かな。どれぐらいのやつが、まあ、しかもね、そこにいろんなものが入ってくるからな。どれぐらいの規模のやつが来るんか、ちょっと想像もできへんけどな。うん。まあ、変わるでしょうね。うん、で、まあ、そういうのがあって、そういうイベントがあって、人々がまた改心していくと。もうこれじゃあかんと。いやもう改心してるところが改心してるから変わり始めてるんでしょ。そう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 。でも改心遅れてるとまだおるから。あ、まあ、それはだって固定的な脳のさ、もうその、作り上げたものだからしょうがないよ。うん、改心。考えが古い人はそことん古いから。無理だよ。まあ、改心遅れてる人おるから、その人らも改心してもらいましょうということで、そうですね。まあ、ちょっと揺れるやろうな、今回は。あ、揺れるし戦うし、また、その、止めにかかろうと必死になるんだけど、結局もうこの動きは変わんないから。人々がな、心入れ替えるのってな、もう揺れるか爆弾降ってくるしかないから。まあ、今回爆弾は降ってくるから揺れるよ。だから、この世の中の動きってもう変わんないんだけど、その変わんない動きを受け入れない、人たちは多いので、それは困ったもんだなって感じに思います。そう、だから神様は怒るんですよ。ねえ。お前らええ加減にせえと。そうね、もうちょっと、もうちょっとね、その辺のね、その勢いというか、なんというか、ちゃんとやれと、お前らみたいな。要は改心せえと。まあでも、まあ改心できない人が多いから苦しんでる日本があるんだよな。うん、うん、まあ改心したら波動からなるからええんやけどな、いつもの動画通りでな。うん、まあ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 、でも、まあ、でもね、正直一部の人だけでいいんですよ。はっきり言っちゃえば、無理っすよ、全員は。救えないから。まあでも、こういうな、ちょっと未来を、うん、見通せるようなことを理解できていれば、まるっきり違うからな。あ、だから行動的学が違うじゃないですか。どんなに知識がなくても、うん、能力がなくても、その場にいるだけでも全然ガラリと変わるから。あとはもう駆け抜けるだけやな。そうそう、だから別に能力の差はなくなってくるし、逆に言えば逆転しちゃうんで、もうゲームチェンジしちゃうんで。そのゲームチェンジした瞬間がもうね、ゲームのやる感覚でワクワクするしかないじゃないですか。まあはっきり言うとくけど、うん、今回のこのグレートリセットでもさ、うん、でもそのタイミングでもたまっちゃう。そのグレートリセットのタイミングに、ようまあさ、その AI っていうのが出てきたなと思うよ。本当にこのタイミングですよ、ちょうど。まあでもはっきり言うとくけど、忙しいぞ、うん、ここから。まあね、めちゃくちゃ本当に。でも忙しいけど、ワクワクするじゃないですか。世の中も変わるし、変換だし、で、動きも変わるし、その人とのつながりも変わってくるから、じゃあ、日本人は団結、一致団結して取り組まないと、多分、それに耐えられないと思うんですよね。どんどん走っていかなあかんぞ。これ忙しいぞ、本当、こっから先は。でも楽しいじゃないですか。うん。うん、まあ本当、もう自分らで何かやらんと何にも始まれへんってことになってくる。そうです。だから結局、前言ってたように、環境を変えよう、自分の思考を変えろ、行動を変えろ、すべてそうじゃないですか。それによって、結果的が変わるから。うん、まあ、ある意味な、もうそんな変なものが解けてなくなるから、選挙出たい人は出たらええんちゃうかなと思って。だから、俺の知り合い2人ぐらい、今日、都知事選出ますよ、今回。びっくりしちゃって、もういきなりなんか都知事選来るから応援してよかったら、ああ、わかりましたって、これどっちよかなみたいな感じで、まあいいっすよって言ってますけど。だからそういうな、うん、俺も前から言ったら、もう無名の人がいっぱい出てくるんだよ。無名の人が活躍する時代に、もういかにそこに AI だったりとか新しいものを取り入れて、どんどん上に行くんですね。そうそう。そういう時代になってくるので、ね。そう、この先の選挙、うん、この次の選挙からはな。はいはいはい。自民公認って貼ってるだけで落とされるわ。まあ、そこは僕ノーコメントで言いますわ。自民公認って言ったらなんか、そんな、どの党がどのどのっていうのはめんどくさそうなんで。自民公認って貼った時点で、落としてくれって言ってるようなもんやから、もう。まあ、僕はノーコメントにしときます。無所属はええと思うぞ、はい、ここから先は、本当。僕はまあ、ノーコメントにしときましょう。そこはね、政治のことはね、Facebook では言っちゃダメな気がする。札のついてないもんは、な、ええと思うわ。変な札のついてないもんな。はいはい、真っ白なな。純白な人。はいはい。
もうドロドロのやつは出てくるの。あんまり僕はそこは触れないといけません。一応政治関係の人とのつながりが多いんで、ああ、疲れた、今日も。はい。はい。まあ、そんな感じですので、よろしいですかね、今日。他なんかはい。抹茶に言いたいことございます？なんか言いたい、これ俺言っときてんだよ、お前みたいなことはございます？変わるぞ。はい。これからは、Facebook も今日ライブ配信してますけど、Facebook の皆さんに対して一言ありますか？初めてこれ Facebook ライブしてるんですよ。初めて言いますからね。初めてわっちゃんのやつのところに投稿しますからね、俺。まあでも、はい。ちょっと想像以上に変わるぞ。想像以上に変わるとい変うのはわる。具体的、もうちょっと具体的に言ってもらっていいですか？180度全部変わる。だから、それも抽象的な範囲だってだから全部やってる。全部が変わこれるこ逆となに話よって、を言ってみな、ほんと、例えばの話、これもですか、あれもですかって言ってみて。全部よ。暮らしだったりとかも変わるし、全部よ。だから、経済も変わるし、変わる。価値観も変わるし、180度な。生活も変わるってことですよね。あと、学校もな。学校教育もね、なるほどね。180度やで。病院も変わるし、病院も180度やで。変わるし、仕事のあり方も180度やで。要は世の中にある全ての根本的なものが全部変わるってこと。全部真逆に向く。うん。真逆？今まで、だから180度やああ、そうか、なるほどね。今までが全部間違いでしたってなるはずよ。あ、すごいぞ、これ。全部間違えてましたと。はい。全部嘘でしたってなるわけ。楽しみです。僕もその未来を想像しながら楽しみいです。やー、これはさ、戦いや、もう生きがいがあるな、俺はもあ、忍者なんで、忍者みう。たいやっな。と俺の時代来たぞ、みたいな。僕は忍者なんで、いろんなところに忍って言って、こう見ながら、こう皆さんのところにいるので。はい、まあそういうことで、まあこれは、明らかにまとめを言うと、西洋から東洋へのシフトが起こったと。西から東へのこの移動ですよ、今。うん、それ全が体始まっで。てますよ、まあ。始まったってことです。始まったと。その今、号令が鳴ったと。なかなか今日は、号緊急な、普通毎週やってるものを砲。緊急にやってるとい号う砲が鳴ったと。だからここから3年、4年、5年でどん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 東へ、東へ文化が動いてくる。全部が。世界の中心が東へ動いていくと。はい。はい。はい。それとともに西洋がこうちょっと衰退していくと。で、東っていう位置にある日本なのになぜか西側に取り込まれてると。でもこれもいつか縁切らない。縁切るというわけじゃないけど、離れていくんやと。で、その東のロシアひっくるめて東朝鮮半島、中国と手を組みながらやっていかなあかんのが、岸田が終わってからなるんでしょうなと。なるほど。はい。まあそういうこわかりまとしでた。はございましたと。い、こんな感じで今日は朝からありがとうございました。はい。はい。はい、というわけで、抹茶の番組、毎週金曜日に動画、YouTube 公開しああ、ます。そうや、明日やな。明日公開されますので、ぜひ、これじゃないんですけど、違ったバージョンが公開されますので、まあ、ぜこひ。れも YouTube にね、やっておそうきでますすね。ね。これは、日曜日ぐらいにアップするようにしておきます。はい。はい、お願いします。はい、はどうい、もあこんりにがとうちございましは。た。はい、失礼します。終了。